で音読しましょう。ここになんか書きますからね。例えば。はい。井戸。Well. こういう感じです。ここ一緒に読んでね。井戸。Well. こういう感じね。はい。井戸。Well. あ、こっちにしましょうか。井戸。Well. うん。私の声よりこっちの方がいいね。じゃあこれでいきましょう。じゃあね。はい、これね。明日。Tomorrow.はい、じゃあ今度はこれいきましょう。近所 neighborhood。 どこでもドア anywhere door。 はい、きっと大丈夫。It'll be fine. そうでもないよ。Not really. 恥ずかしがらないで。Don't be shy.向こう水な Devil may cry。 あれ？これそんな風に言うの？これ初めて聞いたら Devil may cry。 ちょっと待って。鬼でも泣いてしまうよって意味だよね。よく言うんだな、これね。書いてあるもんね。Devil May Cry。意味。Devil May Cry。これはちょっと待って。そういう、なんかドラマみたいなのがあるみたいね、これね。和訳。シリーズになってますけどね。悪魔との意味。これ言ってみましょうか。いろいろ書いてあるけど、ちょっと、ここはね、著作権に引っかかっちゃうかもしれないから、これ消します。ちょっと待ってください。じゃあこれ逆にしましょうか。Devil May Cry を、こっちにちょっと入れてみましょう。で、これ英語でいきましょう。ね。これどうなんでしょう。悪魔は泣くかもしれないってなってるね。じゃあこっち読んでみましょうか。Devil may cry. 悪魔は泣く。あ、ちょっと待って。これでいこうか。Devil may cry. 悪魔は泣くかもしれない。うん、なるほどね。じゃあ今度ここに、彼は向こうにずだ。で、これを日本語で、宇宙語で。あ、これです。私が欲しかったの。はい。じゃあ読みます。彼は向こう水だ。He is reckless. これね、reckless。そして、ところで時差ボケは治りましたか？ By the way, have you gotten over your jet lag? はい、こうですね。そう、ここに、じゃあ。ここに、これ、この音で入力できそうなんで、ちょっと音でもやってみますか。問題は、もともとそういうところにはなくて、もっと根本的なものなんですよ。はい。
問題はもともとそういうところにはなくてもっと根本的なものなんですよ。The problem isn't really there. It's something much more fundamental. こういうことですね。でもう一ついきましょうか。これ続きがここにありますね。出てきちゃいました、ここ。まあいいや、これで消して。はい。じゃあね、彼がもう、総理を続けたくないと言った理由は何だかわかりますか？彼がもう総理を続けたくないと言った理由は何だかわかりますか？ Do you know why he said he doesn't want to continue as prime minister anymore? はい。じゃあね。時間との戦いというのはただの言い訳です。時間との戦いというのはただの言い訳です。The race against time is just an excuse. しっちゃかめっちゃか。しっちゃかめっちゃか。A total mess.